日向坂46に新たに加入した4期生の清水理央が22日、自身のブログを更新。自身の過去に関する噂について説明した。清水理央、ネット上の噂について説明。清水はブログの後半で、最後にもう一つ、皆さんにお伝えしなければいけないことがあります、と、ネット上に広がっている噂について言及。まず、彼氏がいるのではという内容についてです。高校時代にお付き合いをしていた方がいましたが、日向坂464期生オーディションを受けるにあたり、何も疑念がない状態で日向坂46に加入して頑張りたいと思い、お別れしていました、と説明した。加えて、彼氏がいるというネット上の書き込みに対して、彼氏はいないと書いてほしいというラインについては、その時本当にお付き合いしている方はいなかったため、いないよと書いてほしいとダンス部の同期に向けて送信してしまいました、など、ラインについても釈明。この件に関しましては、このような内容のお願いを仲間に強いてしまったことは、迷惑をかけてしまったと深く反省しています、と綴った。そして、文末では、事実と異なることがたくさんネットで広がってしまっていてショックを受けていますが、私のせいでダンス部の同期の仲間や日向坂メンバー、ファンの皆様にご心配とご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございませんでした、と率直な思いを綴るとともに謝罪。そして、改めて皆様に信頼していただけるよう、これからも日向坂46の活動を頑張ってまいります、と今後の活動に向けて意気込んでいる。